あ、どうしようか。おい、ため息なんかついてどうした。これを見てくれ、招待状だ。差出人は森の仙人。森の仙人、誰だ。聞いたことがないが。俺もだよ。で、その仙人から山小屋に招待されたんだ。なんだと。そこに山の地図が描かれているだろう。山小屋まで来れば方向音痴を治す秘薬をくれるらしい。それを飲むだけで方向音痴が立ちどころに改善されてしまうそうだ。方向音痴を治す薬、そんなものがこの世にあるのか。あると信じたい。というのも、俺はかなりの方向音痴でな。この間なんて方位自身を持って歩いても道に迷ってしまったぐらいだ。それは重症だな。で、どうする。行くしかないだろう。方向音痴のせいで仲間たちに迷惑をかけてきた。薬を飲んで解決するなら願ってもない話だ。わかった。気をつけてな。応援しているぞ。ありがとう。では行ってくるよ。ブシュロン、森の仙人の件はどうなった。ああ、行ってきたよ。でも途中で道に迷ってしまった。そうだったのか。だが妙なんだ。俺は安全そうな洞窟で仮眠を取ったんだ。すると目覚めたら森の仙人から置き手紙があった。え？手紙には、もう少しだ、頑張れ、諦めるな、と書かれていた。どういうことだ。それだけではない。俺がどこでどういうふうに道を間違ったから迷子になったのかとか、迷った理由と改善点までしっかり書かれていた。ほう、確かに妙だな。森の仙人は何がしたいんだ。本当に飛躍を渡したいなら、置き手紙などせずにすぐに渡せばいいはずだ。きっと彼の中では俺が山小屋まで行くというのが絶対条件なんだろう。なるほど、変わった仙人だな。ああ、でも俺に迷いはない。意地でも山小屋まで行ってやる。素晴らしい意気込みだ。応援しているぞ。ありがとう。次こそは朗報を。よし、やっと山小屋まで来られた。今日こそ森の仙人に会ってやるぞ。待っていたぞ。俺が招待状の送り主、森の仙人だ。え、あんたはゼルコバ。意味がわからない。どういうことだ。さあ、褒美の飛躍だ。これを口に入れてみろ。わかった。甘い。ただの飴玉に思えるが。ご名答。それはただの飴玉だ。舐めたところで方向音痴は改善しない。だが、こんな複雑な山小屋までたどり着くことができたということは、つまり、お前の方向音痴は。なるほど、知らず知らずのうちに改善されていると。その通り。お前がかなりの方向音痴という噂は聞いていた。そんなお前の方向音痴を直してやりたい。そう思った俺はこのような策を練り、森の仙人を名乗って招待状を送ったんだ。なんて手の込んだことを。すまない、俺は凝り性でな。最初は普通にお前の方向音痴を直す手伝いをしようと思ったのだが、策をこねくり回しているうちに今の形になった。楽しんでもらえたなら本望だ。もちろんだ。俺のためにここまでしてくれてありがとう。お前は噂通りの紳士だな。
こんなことをされても怒らずに礼を言えるなど。怒る？バカを言うな。俺は森の仙人に感謝していて、友達になりたいと思っていたぐらいだ。なぜだ？寝ている間に彼がくれる優しい置き手紙や、知らぬ間にかけられている温かい毛布、あらゆるところに気遣いを感じて素晴らしい人物なのだろうなと思っていたんだ。そうか。ただ一つだけ言わせてくれ。多分まだ俺の方向音痴は治っていないぞ。え、今までにも何人もの人たちが俺の方向音痴を治そうとしていろんな訓練をしてくれた。だが全てが無意味だった。だからこそ俺は飛躍にかけた。でもその飛躍が飴玉だったということは。あ、ゼロコバ大丈夫か？すまない、がっかりしたよな。いや、その反対だ。次はどういう手を打とうか考えてワクワクしている。次ってまたやるのか？数日内に今度は海の仙人から招待状が届く。その時はまた参加してみてくれ。わかったよ、ゼルコバ仙人様。